藤原良平は、兵庫県朝越市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。鳥取城北高等学校時代は、甲子園経験はなく、3年夏の、全国高等学校野球選手権鳥取大会では、エースとして、ベスト4進出。家業の大工を継ぐため、建築の勉強と野球ができる大学にと第1、工業大学に進学。 三年秋からエースとして活躍し、公式戦15試合で10勝2敗、防御率0.99の成績を記録。四年春の2007年には、鹿児島大学連盟春季リーグで最優秀、投手賞を獲得した。2007年11月19日に行われた、大学、社会人ドラフトで埼玉西部ライオンズから三巡目で、指名を受けた。 第一工業大及び長来市出身者では、初のプロ野球選手となった。2011年、5月4日の対、千葉ロッテマリーンズ戦で一軍初登板を果たしたが、四支球を与えるなど請求面に課題を残した。2012年は7月7日に敗戦処理として、登板するも打ち込まれ、すぐに一軍登録を抹消された。これ以降一軍登板はなく、シーズン途中から、 サイドスローへ転向した。2013年はイースタンリーグで最多勝ちと最多脱三振を獲得したが、1軍では2試合の登板にとどまり結果も残せなかった。2014年は6月13日に対広島東洋カープ戦で先発。5回1、3を無失点に抑え、チームが7から0で勝利したことにより、プロ入り7年目で初勝利。 初先発勝利を記録するなど、8回の先発を含む、自己最多の20試合に登板した。2016年、4月30日に1位軍昇格し、5月8日の、北海道日本ハムファイターズ戦で2年ぶりの勝利を、挙げた。同年は10試合に登板し2勝1ホールド、防御率2.06を記録した。2017年は8試合と少ない登板数ながら、 防御率一点五四を記録した。二千十八年は一軍当番がなく十月四日に戦力外通告を受け、同日に現役引退を表明した。引退後はスポーツ用品卸売業の Z 株式会社に就職した。もともとはスリークオーターだったが、二千十二年度シーズン途中からサイドスローに転向し、二千十三年度シーズン終了後の 周期キャンプでは、シンカーの習得に挑んだ。速球の投げ方が独特であり、他の投手とは、対照的に、ボールの縫い目の子が大きい方を外側にして投げている。鳥取城北高等学校出身のプロ野球選手は、川口和久、能見厚に続いて3人目である。ありがとうございます。